ティーブン・キングの言葉を借りれば、悪夢に理屈や解釈は無用だ。恐怖の美学はそれらの対極にあるのだから。ホラー小説の登場人物はなぜと問い続けるが、その答えはない。あってはならない。謎は謎のままでこそ人々の記憶に残り続ける。俺はアラン・ウェイク、作家だ。人一倍想像力が豊かな俺にとっても、この夢はあまりにも荒唐無稽で不吉で不安をかきたてられた。そう、全ては夢から始まったのだ。悪夢ではありがちな話だが、俺は急いでいた。何かとても重要な理由で東大へ行かなくてはならない。俺は猛スピードで海岸線を飛ばしていた。気づいた時には遅かった。脈がなかった。これでもう二度とアリスに会えないのだと思った。次の瞬間、死体は消えていた。事故のショックで足がひどく震えていた。どうも、こんばんは、ゆっくりです。今回は、この、アラン・ウェイクという海外のホラーゲームをプレイさせていただきたいと思います。何の変哲もないプレイ動画になるかと思いますが、何卒ご了承ください。さて、しかしいきなり人を引き殺してしまったウェイクさんですが、何をそんなに焦っていたのか。このゲームの光はなんとも幻想的な雰囲気を持っていますね。東大に行かなくては、ひどく重要な何かが待っているはずだった。あそこの東大まで行けばいいみたいね。橋は崩落していた。別の道を探すしかなかった。崩落しているならしているで柵か何かを立てておけばいいものを。というかこれ、事故を起こしていなかったらウェイクさん死んでいたんじゃ。まさか落ちるとは思わなんだ。別の道を探さないと。しかし静かな山中ですね。夜はちょっと怖いですが、昼間はちょっと散歩してみたいかもです。こちらから東大に向かえそうですね。なんぞ。あら、さっき引いちゃった人かしら。うお、瞬間移動。わからねえ。神様のつもりか。物書きは何書いたっていいと。ちょ、いきなりですか。勝手に持って遊びやがって。今度は自分の問題。てめえなんか編集者がいなけりゃまともな話一つ書けねえくせ。あら、止まった。もう二度と書かせねえ。ここでくたばりやがれ。てめえの小説なんざクソだ。何の価値もねえ三流小説家が。思わせぶりな安っぽい言葉を並べただけの紙くずじゃねえか。俺を見ろ、てめえが書いたんだぜ。ウェイクさんが書いた小説の中の登場人物が暴れているみたいですね。というか追ってこないのね。宇宙服かしら。そして謎のバーコードが実際に開けそうな予感。と。こ
ここまでだぜ。まさかの先回り。回避動作とな、これは結構戦闘の肝になりそうです。痛い。お、なんか避けれた。見た目的には明らかに直撃してましたが、スローモーション演出が入れば無敵になるみたいですね。痛い。これはタイミングが微妙につかみくらい。奴は俺の小説の登場人物だった。しかしこれは一体どういう状況なのか。勝手に開いた。てめえが生み出した人物に殺されるってのはどんな気分だ。おお、こいつ強力能力持ちか。というかさっきみたいに瞬間移動してエイクさんをぶん殴ればすぐに肩がつくんじゃないだろうか。街灯だ。おや、誰かの声が。橋の向こうに誰かいますね。このハゲたおじさんもウェイクさんの小説の登場人物みたいですね。そして家の中に閉じ込められてしまったようです。そんなに連呼しないでくださいよ。怖いじゃないですか。出入り口は完全に塞がれているみたいです。この危険だな。脱出しなくては。万事休すですね。なんぞ、急に光が。ダメージを受けたら光の中に入る。そこなら安全だ。光さん、いきなりですね。というかダメージとかなかなかにめたいことを。それでいい。大切なことを伝えよう。光さんが助けてくれたみたいですね。我が家たる湖の向こうに広がる深い常闇の海を、その荒ぶる波とその静けさを、私はその港を訪れた。私はその港を訪れた。わかったか。いや、こっちだ。なかなかに尻滅裂なことをおっしゃる。お、すごい。ゲームマスター的な存在なのかしら。君に警告するため夢に侵入した。闇は危険だ。今はまだ眠っているが、君の存在を感じれば目覚めるだろう。時間がない。重要なことだけ教える。悪夢って言っていたけれども、やっぱり夢の中なのね。あのヒッチハイカーは闇の力に操られている。このままでは倒せない。闇に守られている。光で闇を追い払えば奴は無防備になる。ライトだ。光で闇を追い払うとな。ライトで照らし、奴を包む闇を焼き払うのだ。おお、何これ綺麗。
ずに焼けました。よし、これで闇のバリアは剥ぎ取られた。だがまだ闇に操られている。危険がまだ去っていない。さあ武器を取れ。どうせならリボルバーと言わずアサルトライフルくらいサービスしてくれてもいいのでは。痛い。まだタイミングがつかめないです。とりあえず取り押し。おお、倒せた。よくやった。私のことは忘れるな。今はこれだけだ。君の夢から去ろう。悪夢の中では暗闇が世界を支配していた。灯台が唯一安全な場所だった。とりあえず応戦手段も獲得したことですし、いよいよ本番ですね。光さんは一体何者だったのか。弾薬も補充できました。いざ行かん。おお、いきなり来た。これって光量上げなくても効果はあるのかしら。いけたいけた。いい感じ。なかなかに独特な戦闘システムですね。終わりなんだよ、エグ。またお前か。もう一人だと。ああ、ライトのバッテリーか。なるほど、バッテリーの量を計算して使わないと対抗手段がなくなってしまうのか。これは計画的な運用と上手な立ち回りが要求されそうですね。よし。なんか倒した時のエフェクトがかっこいい。光だ。これで回復できる。フレアガンとな、リボルバーとは別の武器みたいですね。次に出てきた敵に試し撃ちしてみましょうか。っていうかお前ら何人兄弟だよ。痛い。エグザイルしながら攻撃してきやがって。よし、今だ。おお、なんかすごい。めっちゃ光ってる。これ単体でも闇バリアを剥がす効果がありそうですね。とりあえず奥の手として温存しておこう。だいぶ灯台が近づいてきましたね。また来た。あ、そんなところから来るから。いよいよ終盤でしょうか。不幸ですね。そしてまた竜巻ですか。なんかいろいろ巻き上げてる。うわぁ、これは難しいだ。さっさと進もう。バババババ。なんか新手のオブジェみたいになってる。逃げろ逃げろ。浮いた。めっちゃ光ってる。
アラン、また怖い夢？大丈夫、居眠りしてたのよ。ああ、やっと眠れたと思ったのにな。元気出して、着いたわよ。こんにちは。前回なんとか悪夢から無事に逃げ切ったウェイクさんですが、一体あれは何だったのか。しかし、のどかな風景ですね。ここはどこなんでしょう。せっかくだから街をバックに写真を撮りたいわ。あのおじいさんの横に立ってみて。キャプションが目に浮かぶね。フェリーで浮かれる観光客ってやつか。やあ。やあ。いい時期にいらっしゃいましたね。ディアフェストまであと2週間ですからな。ディアフェストですか。聞いたかい。素敵な奥さんですな。いや失礼、パッドメインです。はじめまして。握手はしないのね。もちろん存じ上げてますよ。ウェグさん、光栄です。私も愛読させていただいています。私は地元の FM 局で番組を担当しとるんですが、一度ご出演願えませんかな。いや、メインさん、プライベートな旅なので、ここで私に会ったことはできれば誰にも口外しないでいただけるとありがたいんですが。なるほど、わかりました。でももし気が変わったらいつでもご連絡ください。では素敵な休暇を。あまり仕事に関して触れられたくないみたいですね。とりあえず休暇として田舎へ観光に来ているという認識でいいのかしら。しかしのどかな場所だな。よかった、いい写真が撮れたわ。あなたもお友達ができたみたいじゃない。まあな。ああ、よう大先生、調子はどうだい。もう着いたか。バリか。ああ、今着いたよ。地元の連中はどうだ。面倒をかける奴がいたら、俺がいつでもそっちに飛んでいくからな。ああ、大丈夫だ。そいつはよかった。たっぷり休養して、英気を養えよ。で、どんな場所だ？捜索意欲が湧いてきたか？バリー、まだ着いたばかりだ。オーケーやな。後でまたかけるよ。何かあったら、すぐに電話しろよ。いいな。よし。じゃあな、相棒。また後でな。わかったよ、バリー。5分おきに電話してくるわよ。その時は電源を切ればいいさ。編集さんに追われる作家さんは大変らしいですよね。バリーからのメールだよ。君によろしくってさ。というか今ウェイクさんが持っていたのはスマホですよね。割と最近な時代設定だったのね。今のうちに楽しんどくんだな。わかった、そっちもな。ん？この人はお知り合いなのかしら。街に着いたみたいですね。おお、トナカイだ。さっきおじさんが言っていた、なんとかっていうのはクリスマスパーティー的なものだったのかしら。安全だし、運転も私がするし、あなたはただそのキュートなお尻を運んで車に乗ってくれればいいのよ。それじゃ俺がろくでなしみたいじゃないか。愛って偉大よね。だからほら、行きましょ。夢の紐生活。さて、では車に乗りましょうか。ダイナーでキャビンの管理人から鍵を受け取らなきゃ。カール・スタッキーって人が待ってるはずよ。私はガソリンを入れて15分後に迎えに来るわ。ああ、アラン、来てくれてありがとう。ああ、じゃあ後で。心配ないさ。誰もが知り合い同士、こんな街がまだあったとは。
いらっしゃいませ。いや、ちょっと聞きたいんだが、ここにウェイクさん、アラン・ウェイクさんでしょ。嘘、私大ファンなんです。みんなそう言うかもしれないけど、私は本当よ。それは光栄だな。ローズよ。ローズ、カール・スタッキーって人は来てるかい？カール？あ、もちろんよ。トイレに行ってるけど、すぐ戻るわ。あなたの本、全部持ってるわ。あのパネル、本屋さんからもらってきたの。で、ここに飾ってるのか？なるほど。ありがとう。ある程度まで行くとファンが煙たくなってくるものなんですかね。ありがたくて泣けてくるね。ここのは格別ですよ。ついつい長居しちゃうくらいね。ラスティはもう人間っていうより、中身はブラックコーヒーって感じよね。俺と同類だな。頼まれてくんねえか？一曲かけてくれよ。ココナッツ、ジュークボックスの6番だ。ジュークボックスとは時代を感じますね。待てやしねえんだい。血行不良ってやつさ。ええ、マジかよ。またココナッツだ。つけた野郎だ。それでもロッカーかよ。呆れちまうね。はっ、また詰まったか。何、ちょいと蹴っ飛ばしてやりゃ一発さ。実際に殴るのね。タイミングコークナッツドリンクアップ。兄弟だからってな。よっしゃ、そこなくてな。いけたいけた。襲わねえ。最悪だ、また始まっちまった。そしてあのおばさんは一体何をしているのか。この先に行ってはダメ。暗闇は危険なのよ。私は大丈夫ですよ。スタッキーを探して鍵を受け取り、一刻も早く店を出たかった。熱烈なファンという人種が俺は特に苦手だった。ウェイクさん、若干フラグ立ってますよ。うわぁ、何かが来そうな予感。やはりこのゲームのキーポイントは光と闇なんですかね。すみません、スタッキーさん。カールは来ないわ。体調崩したの。鍵は預かっているわ。湖への行き方も。ああ。私のキャビンへようこそ。後でご挨拶に伺うわ。奥さんにもお会いしたいし。ぜひともね。どうも。溢れ出る黒幕臭。というかどこからはいたし。コールドロンレイクは特別な場所よ、とってもね。そういえばさっきの悪夢での最後の声ってこのおばさんと同じだったような。今回は無事でよかったけど、暗闇は本当に危ないのよ。ここが住んだら保安官事務所だわ。さらに注意しなきゃ。もう随分変えてないんだから。こっちの方がまだマシだね。大丈夫かい？最高最高。お体には気をつけてね。アンダーソン兄弟は元ミュージシャンでね、ハートマン先生のお迎えを待ってるんです。オールドロンレイクロッジから脱走したらしくって。そういえばさっきロッカーとか言ってたね。またね。ミッション完了。鍵と道順だ。ありがとう。ライトも買ったわ、念のためにね。おい待ってくれ、ウェイクさん。鍵、鍵は？変な連中ばかりだったよ。見事な景色ね。小説の舞台になりそうじゃない？休暇中だぞ、アリス。そういうことは帰ってから考えるさ。そうね、後にしましょう。KBF FM ハットメインがお送りしています。仕事の話はしたくなかった。目をそらしていたかったのだ。かつては
ベストセラー作家と呼ばれた俺だが、この2年間前作以降一文字も書けずにいた。さて予報では今夜も雲一つなさそうです。都会からおいでの皆さん、今夜はぜひ満天の星を堪能してください。暗い夜道も星が照らしてくれますよ。うわ、素敵じゃない。悪くないね。心配ないよ、暗くなる前には部屋に入れるし、ライトもある。え、大丈夫よ。アリスは暗闇を極端に怖がった。日没前には確実にキャビンに到着したかった。ウェイクさん、スランプに入って気がめいっていたのね。しかし、これはいい物件ですね。ゆっくり休養できそうです。ゆっくりだけに。いやー、美しい。本当にいい環境ですね。これがホラーゲームであるということさえ考慮に入れなければ。暗いよ、電気は？ブレーカーの場所わかる？暗闇とな、何かが起こりそうな予感。すみません、誰かいますか？下の扉は開かないみたいです。ん？1階にはないみたいですね。おお、鹿だ。本物かしら。まるで60年代にタイムスリップしたかのようなキャビンだった。おしゃれですね。まさかの両開きドア。一瞬フェリーで見た悪夢が頭をよぎった。びっくりした、急に来たなあ。ら、写真だ。キャビンの電源を探さなくてはならなかった。ブレーカーかジェネレーターが近くにあるはずだった。今乗って、もしかしてあの悪夢の中で壁に貼ってあった宇宙服の人？ブレーカーはどこでしょう。一通り探したと思ったのですが。どうもカラスさん、ブレーカー知りませんか？何かありますね。ディアフェストに向けて観光客が到着したようで、ラジオですか？先ほどフェリーでもとあるアーティストにお会いしました。インタビューをお願いできるといいんですが、さてどなたかな？こちら KBFFM。 結構長く聞けそうですが、それを垂れ流してもあれなので探索を続けます。あの小屋まで伸びてる。まさかの外だと。ああ、自家発電だったのか。ケーブルはジェネレーターにつながっていた。なるほど、こうか。これでオッケーですね。わかった。ちょっと散歩してくるよ。わかったわ。行ってらっしゃい。あら、何やら怪しいハートマークが。美しい場所だった。ここならきっと仕事を忘れてゆっくり休養できる。幸せな休暇になりそうだった。となった島らしい。悪くない。ラブストーリーとな。もしかしてさっきの切り株のマークは。あれ、調べられなくなってる。悲しみ。さて、いよいよ夕暮れ時ですね。何も起こらなければいいのですが。アリス、
どこだ。アラン、2階よ。見せたいものがあるの。わお、奥さん、セクシーですね。書斎よ。アラン、行ってみて。わかったよ。なんというか、夫婦という感じがします。どう？アリス、どうして？ほんと言うとね、ここなら書けるんじゃないかと思ったの。環境が変われば。やめてくれ、アリス。どうしてどいつもこいつも。ねえ、待って。最後まで聞いて。ハートマンっていうお医者様の本を読んだの。この街にクリニックがあって、アーティストの治療が専門なんですって。俺が病気だって言うのか？違うわ。そんなつもりじゃ。アラン？アラン！やめてくれ。もう聞きたくない。冗談じゃないぞ、アリス。暗い外ならアリスは追ってこない。一人になって頭を冷やしたかった。あっ、何やってんだ。なんともやりきれないですね。アリス、アリス、アリス。キャビンは真っ暗だった。明かりが消えていた。あのおばさんもやってくれますね。アリス、今行く。大丈夫か、今行く。まさかの複製。なんだ。奥さん、今行くぞ。別の悪夢が始まったのかと疑った。記憶が飛んでいたが、アリスの身に何か恐ろしいことが起きたことだけは覚えていた。携帯も使えない。徒歩で助けを求めるしかなかった。湖に飛び込んだと思ったら車で事故を起こしていた。な、何を言っているかわからねえと思うが、俺にも何が起こったのかいかやく。しかしこれはひどいありさまですね。ガードレールをきれいにぶち抜いてますね。よく生きていたというか、なんというか。なんぞ。アリスの荷物の中に創作家のジレンマという本があった。エミル・ハートマンの著作だ。アリスとの口論を思い出し、気持ちが沈んだ。表紙の男の気取った笑顔も気に入らなかった。例の奥さんが言っていたカウンセラーの人かしら。さて、では探索していきましょうか。ガソリンスタンドまで行けば電話があるはずだ。なんとか森を抜けるしかなかった。どうもこんばんは。今回からまたアクションパートになりそうですね。しかし、毎度のことですが、これは一体どういう状況？車が。あらー。目覚めるのがもうちょっと遅かったら死んでましたね。事故の衝撃で一時的な記憶障害になっているとか、そんな感じでしょうか。それにしても豊かな自然ですね。何もなければ優雅に自然と共に休養できたでしょうに。あら、何やら光が見えますね。すみません、あの
それはディパーチャーと題された小説の原稿だった。俺が最新作に使おうと決めていたタイトルだ。著者は俺になっていた。俺はまだ書いていない。書いた覚えなどなかった。そのページには夜の森で主人公が斧を持った殺人鬼に襲われるシーンが描かれていた。またしても謎が深まるものを。何やら拾った原稿を読めるみたいですね。ディパーチャー、アラン・ウェイク長。振り向いた男の顔は影に覆われ、周囲を取り巻く森の闇とほとんど見分けがつかなかった。だが男が振り上げた斧はそこに光る血のりまでもがくっきりと見て取れた。男は不気味な笑顔を浮かべた。まさに悪夢のワンシーンだったが、俺は眠ってなどいなかった。何これ怖い。これだけだと何とも判断できないですが、物語に関わる重要なアイテムになりそうです。おい、助けてくれ。いやいやいや、明らかに今のはあれですよ、闇の使い的な、そういうあれですよ。ガソリンスタンドはまだまだ遠いですね。とりあえずこの先生生き残るにはライトと武器をどうにかして確保しないと。前方に光が見えた。これでスタンドまで行かなくても電話がかけられるかもしれない。見たところ工事現場っぽいですね。あそこまで行けばいろいろとありそうです。お、怪しい木箱が。何かないかしら。特になかった。うお、なんぞ。おい、助けてくれ。これは工事現場というか資材置き場っぽいですね。なんか物陰からいきなり襲われそうな配置。おい、おい、あんた、事故に遭ったんだ。助けてくれ。頼む、助けよ。オブライトフォール。カール・スタッキーです。どうぞよろしく。ご予約は前金で。メールを書いて。誰かが殺されていますね。あらららら。カール・スタッキーと名乗っていましたが、確かカフェでウェイクさんに鍵を渡すはずだった人ですよね。彼に一体何があったのか。それは目の前に立ちはだかっていたが、なぜか焦点を合わせられなかった。まるで水中に広がるインクのように、それは流動的な影の集合体だった。恐怖のあまり追い払いたい一心でフラッシュライトをきつく握りしめたその瞬間、何かが起きた。そのライトがひときわまばゆい光を放ったのだ。この原稿は読めば読むほど謎が深まる。びっくりした。いきなり来やがって。くそー、対抗手段が欲しい。上に登れないかしら。うぐぐ。クリアリング、クリアリング。おお、光だ。くそ、今大変だ。ブレイトフォールズで何とかしなくては。スタッキーがシャイニングのようにドアをぶち破るのは時間の問題だった。ぶち来た。これで勝つる。さて、アイテム回収だ。
ウェイクさんが言っていた、シャイニングっていうのは、ウェイクさんが書いた小説のタイトルかしら。おう、電話だ。健康増進に適任でブライトホールズ本館事務所。もしもし、もしもし。ですよね。まさに一石二鳥。さて、どこから来る？暑いな。何の音だろう。正面突破にも程があるでしょう。これはまずい。脱出だ。うわ、おいおいおい。無茶しやがって。ブルドーザーは小屋ごと崖から転落した。スタッキーも一緒であることを願ったが、それを確かめる余裕はなかった。なんという強行手段を。闇の人たちはどんだけウェイクさんを恨んでるんだ。何かの機会がありますね。うおう、危ない。いきなり来たなぁ。なるほど、機械の光に当てていたい。な、なんぞ、あ、柵に電気が通ってたのか。痛い痛い、柵から離れよう。頭が痛い。ふん、焦った。射撃場以外で発砲したのは初めてだった。たった今誰かを何かを撃ったのに、それは跡形もなく消えてしまった。夢だとしても吐き気がするほどリアルだった。これは果たして夢なのか、現実なのか。これで柵に流れる電流は止められましたね。暗い森を進むのは気が進まなかったが、スタンドまで行くには森を抜けるしかなかった。また来た。飛び道具だと、それは予想外。よし、今回は一人か。弾を補充せねば。そろそろ戦闘の難易度も上がってきそうですね。あら、道が塞がれてる。登るのも難しそうですね。お、小屋がありますね。何かがありそうな予感。おや、あれは。喋りすぎという自覚はあったが、ローズは気にしなかった。アラン・ウェイクとの束の間の遭遇は、まさに人生における絶頂だったのだ。妻が待つ車に乗り込むウェイクを見送る。彼の妻は美しく、自信に満ちくつろいでいた。似合いのカップルだった。彼らの友人になれるなら、どんな犠牲も厭わないとローズは思った。もしかして、今のは前回カフェであった、店員のローズさんの心境でしょうか。なぜ、そんなものがここに、そしてどうしてそれをウェイクさんが書いたことになっているのかしら。まだまだわからないことだらけですね。ああ、道順はこちらでしたか。まだまだ先は長そうですね。開幕びっくり。どうもこんばんは。今回も引き続きアクションパートをプレイしていきたいと思います。なんだあれは。今何書いたのかしら。見逃してしまった。鳴き声的にモンスターっぽかったですね。おや、川ですか。足元に流れる川を見たとき、頭の中で何かがひらめいた。水を見るのも嫌だったが、何とかして川を渡らなければならなかった。あらー、狭い足場が続きそうですね。ここらでの戦闘はなかなか難しそうです。結構入り組んでますね。
とりあえず総当たりしていきましょう。川の流れが速いですね。落ちたら即死コースになりそう。アイテムの気配。おお、原稿だ。バリー・ウィーラーは気が気でなかった。アランとアリス、そのいずれとも連絡が途絶えてすでに数日が経過している。二度目のハネムーンというわけでもないだろう。アランはとてもそんな状態ではなかった。不眠が続き情緒不安定だった。アランとは長年の付き合いだ。これはとても見過ごせない。何かが起きたのだ。連絡が途絶えて数日とな。断片的ではありますが情報が出てきつつありますね。そしてバリーといえば確かウェイクさんのエージェントの人ですね。消えた。スタッキーだった。闇の中を追ってきていた。果たしていつ仕掛けてくるのか。お、バッテリーと弾だ。アイテムはしっかり補充していかねば。迫力の眺めですね。こんなに緊張感さえなければゆっくり観光したいです。お、川を越えれたみたいですね。と、ここで仕掛けてきますか。飛び道具持ちが厄介ですね。よし、なんとかなりました。敵がいつ来るかほぼ読めないのがなんとも怖いですね。今度はどこに着いたのでしょうか。また資材置き場ですか。ん、何やら矢印が。あっちが進行方向なのかしら。通れませんね。うぬー、どういうことなのか。とりあえず反対側から回り込んでみましょうか。階段は壊れていた。別の手段を探すほかなかった。毎度のことですが、また回り道ですか。意外と弾薬余ってたのね。おや、何かの操作パネルが。電気が来ていなかった。どこかにジェネレーターがあるはずだった。ジェネレーターですか。そう遠い場所にはないと願いたいですが。お、はしごがありますね。上に登ってあたりを探しましょうか。アイテム発見、後で回収しに行こう。お、あの光はジェネレーターかしら。行ってみよう。敵来そうだなーって言ってたら来た。三人か。下がりながらゆっくり相手しよう。飛び道具は死角外から攻撃されなければ比較的避けやすいかも。よし、あと一人。
周囲の重機を利用して上に行けるのではないかと考えた。全員のバリアーを剥がしてから攻撃しているけれども、カッコ撃破の方が良かったりするのかしら。ああ、キャビンにあったやつと同じか。よし、これであとは重機を操作するだけですね。そしてその前に小屋をチェック。現行だ。姿を現すより先に、まず凄まじい鳴き声が突然空を覆い尽くした。次の瞬間、俺はおびただしい数の黒真珠のような目に狙われていた。フラッシュライトを向けると、群れは花火のように飛び散った。焦げた羽が灰となって降り注ぎ、俺の悲鳴は断末魔にかき消された。そんな感じの化け物が後々出てくるっていうことかしら。さて、パネルを操作しに行きましょうか。あ、その前にさっきは持ちきれなかった弾薬と、さっき上から見えたアイテムを取りに行こう。コーヒーポットとな。さて、操作盤だ。触った瞬間敵が来ることも覚悟しよう。こういうことか。さて、では行きましょうか。どう？よいしょ。これで資材置き場も突破ですかね。というかさっきから若干テンポが悪くて申し訳ないです。カット編集したいのですが、どうにもコーデックと編集ソフトの相性が悪いようで。弦取りダメ分は若干ぐだるかもですが、ご了承ください。先ほど、新鮮な空気を吸いに外へ出たんですが、ラジオを聞くとなんだか安心しますね。それと先ほどショットガンの弾を獲得しましたが、後々ゲットできるということでしょうか。強敵との戦闘の際に役立ちそうですね。またしてもライトにだけ反応するマークが、これは一体何なのか。こんな夜はスタジオを抜け出して、おや、何かありそうな気配。お？フレアガン来た。これでかつる。大事に使っていこう。いやー、モーリス、どうしました？さっきトビーを散歩に連れて行ったんで。あー、気持ちいい夜ですよね。ねえ、でもそれよりトビーが草むらで何か見つけたらしくて、もう帰りたきり戻ってこないんだよ。うさぎでしょ。おや、また原稿が。最初原稿はまるで偶然のように見つかった。書いた覚えのないその小説は恐ろしい予言の書、あるいは新たな世界の創世記だった。やがて俺は夢中で残りのページを探し始めた。自分自身とアリスを救うために。うーむ、やはりこの原稿にはこれからウェイクさんに起こる出来事が記されているんですかね。スタンドは閉まっていたが、暗闇を照らす照明が頼もしかった。結構近づいてきましたね。いよいよスタッキーさんも仕掛けてくる頃合いでしょうか。